続いては近藤海誠選手と延長戦の末劇的な KO 勝利を収めました鈴木隼人選手の登場です。奥のムービーカメラにも視線をお願いいたします。ありがとうございます。ご着席ください。まずは鈴木選手から昨日の試合を振り返っていただきます。昨日は応援ありがとうございました。そうですね、昨日の試合は本当に、昨日で20戦目だったんですけど、20戦やった中で一番しんどい試合でした。まあ、でも今は、ここに座れてほっとしています。質疑応答に移ります。ご質問のある方どうぞ。まあ、こう最初ダウンを奪われた時にこうダメージみたいなものは実際ありましたか？ダメージはめちゃくちゃありましたね。もう本当にフラフラして足元もフラついてましたね。はい。それでこうちょっとずつこう巻き返して延長まで持ち込んだっていうところですけど、こうまあセコンドからどういった言葉をこうかけられて奮い立たせたんですか？そうですね、3ラウンド本戦が終わった時に本当にもうフラフラの状態で本当にもう立てないぐらいだったんですけど、もうこれ絶対延長だからってセコンドに言われて、もう何が何でもいけってめちゃくちゃ激励されて、まあそれで復活しましたね。まあ延長いけば絶対に勝てると思ってたんで、もう最後は気合でいきました。はい。この、まあ、前線もそうだったと思うんですけど、こう最後の気持ちの強さっていうのはどういった部分から来ているんですか？何なんですかね、わかんないですけど、まあ、気持ちは本当に、まあ、自分で言うのもあれなんですけどめちゃくちゃ自信があるんで、そうですね、今まで気持ちで負けたことはないんで、何なんですかね、わかんないですね。それを今後こう貫きつつ今後はこうタイトル戦へつなげていきたいっていう気持ちありますか？トップ戦。そうですね、やっぱ気持ちが一番の武器だと思ってるんで、これはやっぱ自分には必要な武器かなと思いますね。はい。まあ、こうセコンドについてたこう松岡選手がこうかなり大喜びしていたように見えたんですけど、なんかそういう作戦だったりとかそういうの結構あったんですか？いや、作戦とか全然なかったんですけど、でもとりあえず松岡めちゃくちゃ喜んでましたね。本当に本人の試合より昨日は喜んでたと思うんで、まあ、それを見て、まあ、本当になんか昨日3ラウンド終わった時に力が本当にすごい激励してくれて、本当にもう心折れそうになってたんですけど、力の言葉で助けられましたね昨日は。はい。今後の目標というか、スーパーライド級戦線見渡して今後の目標があれば教えてください。そうですね、今後の目標はもちろんチャンピオンベルトを狙ってて、まあ、昨日も試合終わった後にリングの上で言わせてもらったんですけど、まあ、でも実際負けてしまってる選手がいるんで、まあ、そういう選手にもしっかりとやり返していかなくちゃいけないと思ってるんで、そうですね、まあ、与えられたチャンスを一個一個クリアして、まあ、必ず65のベルトは負けます。はい。よろしいでしょうか？それでは鈴木選手以上とさせていただきます。ありがとうございました。どうぞご講談ください。